それでは今回も購入品をさっとご紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちら、アルゼンチン産の刺身用天然赤エビになります。こちらの商品、有頭エビで見た目もすっごく豪華なんですが、お刺身で食べれるそうで、すごく前から気になっていて、今回初めて購入をしました。有頭エビなので、お正月のおせち料理でも使えますし、生でも焼いてもすごく美味しいそうで、口コミの評価もすごく高い商品になります。お値段は1パックで有頭エビが全部で20尾入っていて、我が家が今回購入したのは1パック2586円のものでした。1パックの価格でいうと結構お値段もするんですが、時々お値引きされて販売されていたりもするので、その時を狙うのもありじゃないかなと思います。今日はせっかくなので、お刺身で食べて食べきれない分はまた冷凍保存をかけようと思っています。残念ながら解凍品になるので、1回冷凍すると生では食べられないそうなんですが、焼いても美味しいそうなので、お料理するのがすっごく楽しみです。またこちらの商品、頭の部分や剥いた殻までしっかりスープで使い切ろうと思っています。またその活用方法や保存の様子は後日帰宅後のルーティンでアップしようと思っていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。続いて、カナダ産三元豚のロース焼肉のお肉になります。こちらは肩ロースの厚切りのタイプのお肉になるんですが、ロースのこの厚切りのお肉も2種類あって、我が家は今回肩ロースの方を選んでみました。肩ロースのお肉はこんな感じです。よくとんかつなんかで使用される脂身が塊でぐっと入っているお肉と違って、程よく脂が所々に入っているタイプのお肉になります。こちらの肩ロースのお肉も今回下味冷凍でまたいろいろ作っていこうと思います。続いて、カナダ産三元豚バラしゃぶしゃぶのお肉です。こちらはしゃぶしゃぶ用のお肉っていう風に記載があるんですが、一番厚みが薄いタイプのバラ肉になります。もちろんしゃぶしゃぶで食べてもいいですし、我が家は結構巻物に使ったり、本当に炒め物なんかでもいろいろ活用して使っているんですが、どちらかというとスーパーなんかで売られているしゃぶしゃぶのお肉は結構向こう側が透けて見えたりすると思うんですが、それと比べるとちょっと厚みはある方だと思います。またこちらもいろいろお料理で使っていこうと思っています。続いて、国産品富士緑の胸肉です。今回は有頭エビも買って、ちょっとお値段するものいっぱい買っていたので、コスパでこちらの胸肉を選んでみました。こちらは4パックずつの個包装になっています。間にミシン目も入っていて、4パックを切り離すことができるので、このまま1パックで冷凍することもできて、とても使い勝手もいいので、すごくおすすめな胸肉になります。今回もまたこちらの胸肉を使って、いろいろ下味冷凍で作っていこうと思います。続いて、バラエティミニデニッシュです。こちらの商品はこんな感じで、4種類のお味がそれぞれ5個ずつ、全部で20個入ったパッケージになっています。デニッシュがこれだけ入って、お値段も798円で、とってもお得で気に入って購入をしています。ミニと名前にはついているんですが、そんなに大きさも小さくなくて、形にもよるんですが、丸の形で大きさは直径8センチありました。ちなみにお味も時々内容が変わっているんですが、今回はラズベリー、マンゴー、アップル、シナモンのデニッシュの4種類になっていました。我が家はいつもトースターで一度焼いて食べることが多いんですが、トースターで焼くと生地もサクッとなって、すごくおすすめです。ちなみに原材料のところを見ると、デニッシュにはバターではなくマーガリンが使用されているみたいです。消費期限は購入日含めて3日になっていたんですが、こちらの商品冷凍もできるので、また食べきれない分は小分けにして冷凍して保存をしようと思っています。続いて、チョコクレープです。こちらはスティック状のチョコクレープが全部で20本、1本1本が個包装になって入っている商品になります。原産国はフランスで、内容量は1本あたりが 30g、 全部で 600g 入っています。消費期限は裏面に記載があるんですが、10月23日になっているので、約1ヶ月ほどあって、常温保存することができます。そのまま食べることもできますし、パッケージにはコールドオアホットっていう風に記載があって、レンジで10秒ほど温めて食べたり、
ドースターで2分ほど焼いて生地をサクッと仕上げて食べることもできます。またチョコが固めなのがお好きな方は冷蔵庫や冷凍庫で冷やして食べたり、食べ方でもいろいろ食感を楽しめそうな商品になります。ちなみにこちらの商品はハンバーガー用のパンやカヌレなんかが置いてあるコーナーで見つけました。1本あたり 33.9 円で手軽にクレープが楽しめるのですごく気になって今回初めて購入をしてみました。続いて青木の太麺焼きそばです。こちら我が家は2回目の購入になるんですが、前回買って麺がすっごくもちもちですし、一玉あたりが 200g なのですごくボリュームもあって美味しかったので気に入ってまた購入をしてみました。内容量は 200g のものが6食入っていて、ソースも付属でついています。一つのパッケージ自体も6食入りなので結構ボリュームもあるんですが、消費期限は今回購入したもので10月10日までだったので約2週間近くあります。太麺の焼きそばがお好きな方には本当におすすめな商品です。続いてオットオフです。今回は100円お値引きされていたので398円で購入することができました。前々からすごく気になっていた商品だったので、お値引きされている時を狙ってちょっと試してみようと思って今回購入したんですが、内容は1つのパッケージに 150g のお豆腐が4つ入っていて、山梨県産の大豆が使用されているそうで、にがり以外の食品添加物不使用になっています。そして一番気になったのがおからを出さずに大豆丸ごとが入っているそうです。パッケージの裏を見てみると通常のお豆腐に比べて色もすごく黄色みがあって濃厚なお豆腐なんじゃないかなと思ってすごく食べるのが楽しみです。定期的にストアクーポンで100円引きになっていることがあるみたいなので、気になる方はぜひストアクーポンが出ている時を狙われてください。続いてデリ商品に行きます。こちらサムギョプサルです。こちらの商品我が家は初めて購入をしたんですが、今日の夕飯で食べようと思って購入をしました。パッケージを開封してみるとこんな感じでタレに漬け込まれた豚のバラ肉の結構厚切りのものがたっぷり入っていて、タレも付属でついているのですごく手軽にサムギョプサルを楽しめる商品だと思います。今回我が家は産地がないので今日購入したフリルレタスでちょっと巻いて食べようかなと思っています。またそちらの様子は動画後半の夕飯のルーティーンでご紹介しようと思っていますので、こちらの商品気になる方はぜひ夕飯のルーティーンもチェックしてみてください。続いて調味料をご紹介します。まず一つ目は久世福の柚子味噌万能ソースです。内容量はこちら一瓶で 917ml も入っているので結構大容量な瓶になります。冷蔵庫でもちょっと場所を取ってしまうんじゃないかなっていうふうには思ったんですが、パッケージがすっごく美味しそうで気になって今回購入をしてみました。そして帰ってきて気づいてすごくびっくりしたんですが、原産国はアメリカ合衆国になっていて、裏面に記載があったんですがオレゴンの自社工場で製造して輸入された商品になります。そして蜂蜜が入っているので1歳未満のお子様には与えないでくださいっていうふうにも記載があります。こちらの商品は白味噌で作ったノンオイルのドレッシングっていうふうにもなっていて、使い方もパッケージ裏面に記載があるんですが、こんな感じでお豆腐やサラダにかけたりしゃぶしゃぶやカルパッチョなんかでも活用できるみたいで、とにかくこのパッケージの写真がすごく美味しそうに見えるんですよね。久世福さんの商品なら美味しいだろうとすごく惹かれて購入をしてみました。ちょっとパッケージ開封をしてみます。お皿に出してみた感じもすごくとろみがあります。お味はどちらかというと味噌の味が少し弱くて、柚子の香りと酸味が結構あるかなという感じです。ただそんなに酸味が強くて酸っぱくて食べれないっていうほどではないので、本当に冷しゃぶなんかに合いそうな気がします。酢味噌よりも少しさっぱりとした印象です。これだけ大容量なボトルなのでちょっと使い切れるかどうか心配ではありますが、いろいろお料理で活用して使っていこうと思います。続いてカークランドの蜂蜜です。こちら我が家は何度もリピートして購入をしているんですが、1本あたり 750g の蜂蜜が3本パックで売られている商品です。パッケージがとにかく可愛くてボトルがクマの形になっています。3本パックになっているのでお友達なんかとシェアしたりちょっと手土産に持っていくのもすごくいいんじゃないかなと思います。ちなみに原産国はカナダ産でカナダ産 100% の蜂蜜になります。開封後は時間が経つと蜂蜜でよくある
結晶化してしまうこともあるんですが、品質には問題がないのでお料理でいろいろ活用して使っています。続いてビビゴのプルコギのタレです。こちらの商品も何度もリピートして購入をしています。お肉やお野菜とタレに絡めて炒めるだけですっごく本格的なプルコギにもなりますし、このプルコギのタレとお酢を混ぜて春雨サラダにも活用できますし、時々炊き込みご飯の調味料として活用することもあります。原材料に梨のピューレなんかも使用されているので、お肉に漬け込んでおくとお肉も固くならずに本当に美味しく仕上がって、すごくおすすめな商品です。内容量は1本あたりが840g入っていて、原産国は韓国になっています。結構大容量パックの2本入りになるので、使い切れるか心配な方はお友達とシェアするのもいいと思いますし、今回我が家が購入したもので消費期限は開封前ですと2022年の8月29日までっていう風になっているので約11ヶ月ありました。またお料理でいろいろ使っていこうと思います。続いて無添加円熟麹味噌です。こちら大容量で1パックあたり 1.8kg 入ったお味噌になります。いつもは合わせ味噌のふるさとの朝の方をよく購入することが多いんですが、今回はこちらの円熟しかなかったのでこちらのお味噌を購入しました。だいたい3回目ぐらいの購入になるんですが、名前も円熟っていう風になってるんですが、おそらく熟成が結構進んだお味噌なのかなという風な印象で、いつも購入しているふるさとの朝の合わせ味噌に比べると色もちょっと濃いような感じがします。どちらかというと赤味噌に近い感じでお味も濃いような印象があります。こちらの商品無添加になりますし、お値段も 1.8kg 入っていて598円ですっごくお安いので、熟成されたお味噌が好きな方には本当におすすめな商品です。続いてカークランドのオーガニック豆乳です。こちらの商品は1本あたり 946ml のオーガニック豆乳が全部で12本入ったパッケージの内容になります。開封してみるとこんな感じで、1本あたりはだいたいスーパーでよく見かける豆乳と同じようなサイズなんですが、パッケージがすっごく可愛いです。1ケース12本でお値段は1828円なので、1本あたりは 152.3 円の計算になります。ちなみに消費期限は2022年の6月5日っていう風になっていたので、購入日より8ヶ月ちょっとありました。1ヶ月に1本から2本のペースで消費されるご家庭でしたら飲み切れる量になります。お味はバニラのような風味がして結構サラッとしているので、豆乳臭さなんかもなくて結構飲みやすい印象です。どちらかというとソイミルクのようなごくごく飲みやすいような感じはあるんですが、まろやかでまったりとしたような豆乳がお好きな方にはちょっと物足りないかもしれません。我が家はいつも青汁やきな粉なんかと混ぜて朝食で飲んでいたり、グラノーラにかけて食べたり、スムージーなんかで使うことも多いんですが、他の食材とも結構相性も良くて飲みやすいのですごく気に入って購入をしています。あと濃縮タイプになるので飲み終わりにちょっと底の方に成分が沈殿してしまったりすることもあるので、飲むときは必ずよく振って飲むようにしています。またこちらは紫色のパッケージでオリジナルっていう風に書いてあるんですが、コストコではこのオーガニック豆乳も水色のパッケージのバニラ味も売られています。我が家はまだバニラ味挑戦したことがないんですが、バニラ味もすごく人気みたいで、いつか試してみたいなと思っています。続いて金の青汁です。こちらの商品は純国産の大麦若葉が 100% 使用された青汁になっています。我が家ではいつも青汁を飲んでるんですが、通販の定期便で購入をしていて、今回初めてこちらの商品を購入しました。1本あたりは 3g の粉末タイプの青汁がいつもは176袋入って売られているんですが、今回は数量限定で増量パックで192袋入ったものを購入することができました。開封するとこんな感じです。一本一本の袋も金色になっています。冷たいお水で溶いてみたんですが、粉末も結構溶けやすいような印象です。結構青汁もいろいろお野菜なんかとブレンドされているものも多いと思うんですが、こちらは大麦若葉 100% の青汁になるので色もすごく濃い印象です。ちょっと飲んでみたいと思います。粉末の青汁なのでやっぱり粉っぽさは少しありますが、すごく飲みやすくてびっくりしました。大麦若葉 100% だったのでちょっと飲みにくいんじゃないかなって心配もしていたんですが、結構抹茶のような感じでごくごく飲むことができます。
味が不安で購入するのをためらっている方はすごく飲みやすいので本当におすすめな青汁です。飲み終わったんですが、本当にグラスの中にもそんなに溶け残りも残らなくて、粉末も溶けやすいみたいです。ぜひ参考にされてください。続いて今日のおやつはこちらの2つにしました。まず1つ目は黒糖ドーナツ棒です。こちら内容量は全部で 600g っていう風になっているんですが、数えてみると全部で34本の黒糖ドーナツ棒が入っていました。大きさは手にのせるとこんな感じです。黒糖の味が本当に美味しいですし、外側のドーナツ生地もサクッとしていてすごく気に入って何度もリピートして購入をしています。続いてフィッシュ&アーモンドです。こちらはアーモンドだけではなくカシューナッツも入っているんですが、内容量は全部で 360g になっていて、数えてみると全部で32袋入っていました。こんな感じで一袋一袋個包装になっていますし、サイズ感はこんな感じです。本当に家族みんな大好きでパクパク食べてしまうのであっという間になくなってしまうんですが、我が家はいつも気に入って購入をしています。この小魚とナッツの組み合わせは栄養価のバランスの相乗効果もすごくいいですし、こんだけたくさん入ってお値段も998円なので本当におすすめな商品です。続いて日用品に行きたいと思います。まず1つ目はバセリンアドバンスリペアボディーローションです。こちら3本セットで売られているんですが、内容量はポンプ式の 600ml の大きいボトルが2本と、こちらはポンプ式ではないんですが 295ml のものが1本入った内容になります。お値段は通常でもこの3本パックで1748円なので本当にコストコお安いんですけど、今回はストアクーポンで350円引きになっていたので1398円で購入することができました。ちょっと手に出してみます。こんな感じでボディーローションなのですごく柔らかいです。ちょっと伸ばしてみます。すごくサラッと伸びも良くて、塗っている時の摩擦感もそんなに感じられません。ちょっと片手で半プッシュぐらい出してしまったので量は多いかなっていう感じはするんですが、保湿力がすごくあってしっとりしています。まあ、塗った量にもよると思うので結構量が多かったのかなって、少しベタつきはあるんですけど、すぐに肌に吸収してくれているので、お風呂上がりに全身に塗ってもすぐにパジャマが着れそうな感じがします。ちなみに敏感肌の方にも使えるそうです。今からの季節本当に全身乾燥してカサカサになってしまうので、これだけあれば家族みんなで使ってもワンシーズン持ってくれそうですし、本当にコスパが良くてこれからの季節にすごくおすすめな商品です。匂いも無香料なので強い香りが苦手な方でも使えるんじゃないかなと思います。続いてダウニーインフュージョンブリスです。こちらの柔軟剤いつもあるわけじゃないので、たまに品切れで店頭に置いてなかったりするんですが、今回店頭に並んでいたのでまた購入をしました。注ぎ口がこんな感じになっているんですが、小さい方のこちらを空気穴で少し開けて横にして、この赤いボタンを押すと柔軟剤が出てくるような仕組みになっています。洗濯機の上にこのボトルを置いて我が家は使用することが多いんですが、香りもすごく気に入っていて何度もリピートして購入している商品です。続いてヘンケルのパーシルアドバンスドジェルです。こちらはドイツ製の医療用の洗剤になるんですが、今回初めて購入をしました。今日は店頭販売も行われていて、いろいろ説明を聞いてきたんですが、こちらの洗剤は皮脂汚れや泥汚れ、食べこぼしのシミだったり血液汚れなんかにも強いそうで、蛍光増白剤も配合されていないそうです。内容量は全部で4リットル入っているので結構重たいボトルになるんですが、お値段は通常2798円なのでちょっと洗剤にしては高い印象を受けました。ただ今日はストアクーポンで360円引きになっていたので2438円で購入することができて、試してみるにはストアクーポンが出ている時が本当にいいなと思ったので今回気になって購入をしました。こちらの洗剤気になっていらっしゃる方はぜひストアクーポンが出ている時を狙われてみてください。ちなみにこのヘンケル社のパーシルっていう洗剤はいろいろ種類もあるそうなんですが、
ヨーロッパではシェア率ナンバーワンのブランドになるそうです。洗剤の香りは甘めではあるんですが、ちょっと柑橘系の爽やかな感じの香りがします。外国製の洗剤になるので少し香りは強いかなという風な感じはしますが、どれくらい洗浄力があるのか使うのがすっごく楽しみです。続いて今回もたくさんお野菜購入してきたんですが、まず一つ目はこちら、アメリカ産のむきニンニクです。パッケージの小窓から見えるんですが、綺麗に皮が剥いてあるニンニクになります。内容量は全部で 450g 入っているんですが、こちらの商品は野菜コーナーではなく、チーズやアンチョビなんかが置いてある冷蔵のコーナーに置いてあって、すごく気になって購入をしました。いつもはアメリカ産の皮付きのニンニクを購入していたんですが、結構一粒一粒が小さいので剥くのが本当に大変だったんですよね。こちらの剥きニンニクならお料理に使う時もささっと使えて便利だなと思って、今回は剥きニンニクの方を選んでみました。消費期限は2021年の10月18日っていう風になっているので、購入日より約1ヶ月弱になります。結構大容量なので、もし使い切れないかなと思われる方はオイル漬けにしたり醤油漬けにしたり、ちょっと変化をさせて保存期間を伸ばすのもすごくおすすめな方法です。過去の帰宅後ルーティンでその様子ちょっといろいろご紹介していたりもするので、気になる方はぜひチェックしてみてください。続いてこちら、天然水トマトです。こちらのトマト購入したのは初めてになるんですが、パッケージの外から見てもすっごく綺麗なトマトで、大きさはミニトマトと比べると少し大きいかなという風な大きさにはなるんですが、色もすっごく赤くて美味しそうだったので、今回はこちらの天然水トマトを選んでみました。続いて熊本県産のレンコンです。内容量は全部で 1kg 入っていて、こちらは天然地下水栽培のレンコンだそうです。ちなみに我が家はレンコンを購入するとき、いつもカットされていない節がキュッと締まったちゃんと節の間で切られているものを選ぶようにしています。夏の間はレンコンちょっと見かけなかったんですが、今からの季節レンコンも出てきているみたいです。続いていつも購入していますフリルレタスです。こちらは水耕栽培のフリルレタスが4株セットで売られていて、食感もパキパキシャキシャキで本当に美味しいので気に入って購入をしています。最近スーパーで見かけるレタスも結構お値段が高くなってきていますが、前回購入した時とこのフリルレタスお値段は変わらず値上げもされていなかったみたいです。続いてカットぶなしめじです。こちらチャック袋になっているのと、もう石突きなんかもカットされているので本当に使い勝手が良くて何度もリピートして購入をしています。続いてオーストラリア産の人参です。こちら全部で 2kg 入った内容になるんですが、この大容量でお値段も338円ですごくお安いので何度もリピートして購入をしています。続いてカナダ産のパプリカです。こちらは赤と黄色オレンジのパプリカがそれぞれ2個ずつ全部で6玉入った内容になります。続いて最後の商品です。鹿児島県産のピーマンです。こちらは全部で内容量 500g 入っていて、お値段も328円ですごくお安いですし、一個一個のピーマンも肉厚でプリッとしていて本当におすすめな商品です。本当に気に入って何度もリピートして購入をしています。シャキシャキ。
席。